強調運動障害とは、強調的運動がぎこちない、あるいは全身運動や微細運動がとても不器用な、障害を言う。そのために、学習や日常生活に大きな影響を及ぼしている場合である。また、怪我や身体障害のリハビリに支障をきたすため、治療期間が長引く場合がある。支援方法については、発達性強調運動障害支援を参照。 協調運動とは、諸種の別々の動作を一つにまとめる運動を言う。例えば、縄跳びは、手で縄を回しながら、タイミングよく飛ぶという協調運動であり、かなり高度な協調運動である。ラジオ体操も、手と足、右手と、左手等の動きが、別々のものを統一して、行うので協調運動の一種と言える。他にも、ボールが片手で投げられないとか、 ドリブルができない、自転車に乗れない等の困難を示すことがある。また、楽器の演奏や図工での道具を使うこともこの、範疇である。蒸気のような全身運動ばかりではなく、ボタンをかけることができない、靴の左右をたびたび間違える、箸を使えない等の微細運動にも困難を示す場合がある。全身運動ともに微細運動の両方に困難を示す場合は、 軽度とは言えない運動障害を持っている。学校の教科で考えると、体育や音楽、図工が極端に苦手な子は、この障害の可能性がある。ただ、LD や ADHD との合併が3割から5割、あると言われているし、精神地帯との合併も一部認められているので、その場合は、広い範囲での学習困難をきたすことになる。このような運動障害は、 身体疾患や神経疾患、後半性発達障害にも見られるが、その場合は発達性強調運動障害と同時には、診断されない。国際的診断基準が規定する順位では、より重度を優先順位とするからである。俳優ダニエル・ラドクリフは、この障害があることを明らかにしている。多面的な観点から、適切なアセスメントを行い、 早期支援をすることが重要である。メチルフェニデートの有効性が報告されている。ライフステージにおける課題や困り感に合わせて、理学療法、作業療法、感覚統合療法などの療育プログラムを組み合わせる。自尊感情の低下など二次症状がある場合は、カウンセリングを含めた、心理社会的アプローチも行う。環境調整個人へのアプローチのみならず、 環境調整の視点も重要であり、代替手段の積極的活用などを含む合理的配慮を通して本人をサポートする。ありがとうございます。